皆さん、こんにちは。渡りぐるビジネス。では、今回は、新ギレンデボー。シャア創水、ベリーハードチャレンジ、続きをプレイしていきたいと思います。で、今回ですね、アムロが仲間になる、まあ、いわゆる完全エンディング、これを目指すかどうかなんですけども、まあ、ある程度目指す方向性を維持しながら、そこに固執しないというプレイにしていきたいと思います。完全エンディング自体はですね、ベリーハードではないんですけども、以前クリアして動画にもしてありますので、今回は、まあ、あまりそこにこだわらず、あくまでもベリーハードで攻略するというところに重きを置いていきたいかなと思ってます。で、シャア創水は未だに、リクディアスに乗ってるので、これ、ヤクト動画、マックス改造したものが、暗所中域の基地、今、格納されている状態でありますので、これに乗り換えてもらいたいと思います。まあ、さすがにね、シャア創水がリクディアスというのは心もとないですからね。開発状況ですが、アルパージル、これの開発プランが来てます。あとはギラズールかな。これも来てますね。では、サイド3付近ですけども、なんとかフロンタルが間に合いましたね。ここから、フロンタルを使って敵を一掃して回りましょう。ギューデイも投入します。これ以上味方がやられないようにね、しっかり、援護していこうというところになります。で、一応ね、後続でさらにということで、クシャトリア、これも投入していきます。なんとか間に合わせましょう。シャアはようやくヤクト動画受領したので、スイートウォーターあるいは暗所中域周辺に展開済みです。フロンタルもね、かなり強いですからね。ジェガン相手でも、フロンタルの能力と、そしてこのシナンジュの性能があれば、まあダメージ受けることはほとんどないですね。で、まあ、できれば早い段階で、フロンタルのシナンジュ、これに関してもマックス改造したいと思います。ギュネイと、あとは、シャアが今乗ってるヤクト動画、それにマリーダさんのクシャトリアはマックス改造済みです。なので、これにシナンジュもマックス改造できれば、まあ、まさに無双という状態に、持ち込めるかなと。思いますね。ではクラップ級に乗ったブライトですね。これをフルフロンタルのシナンチュで撃沈しておきましょう。報告します。サイド3を襲撃したロンドベル艦隊がアンマン方面へ向け撤退を開始しました。作戦は成功です。今回救援した旧ネオジオンの一派が我々への合流を申し出ています。これでご検討ください。ハスラーが味方になりました。少将なので、階級が高い分指揮能力発揮できるのでありがたいですよね。連邦政府に我々の動向を察知される危険もありますが、この者の申し出を受けますか。これは受けておきましょう。協力の申し出受諾します。了解しました。協力者との接触を図ります。報告をお待ちください。報告します。ジオン共和国政府関係者の力添えにより創水の発言力が向上いたしました。開発部より新兵器の開発が発言力アップに伴って完成したばかりのギラズール。これの量産を開始したいと思います。さらに、アルパージルも完成ですね。だいぶ戦力的には余裕が出てきたなという感じがしますね。ギラズールを量産したら、あとは間接攻撃ができるユニットをいくつか、検討してですね、戦力再編完了という流れに持っていきたいと思います。総帥。緊急事態です。
サイドワンへロンドベル隊が接近中です。このままでは我々の存在を察知されてしまいます。部隊を派遣し、ロンドベルの臨検を妨害してください。サイドワン、スイートウォーターに敵部隊接近ということですね。すでにヤクト動画に載ったこのシャーも出れる状態なので出していきましょう。ここまで戦力を蓄えてきた甲斐が、まあ、あったというものですね。ではシャー、ヤクト動画に載った初陣ですね。距離の関係上短期になってますけども、まあ、シャーとマックス改造したヤクト動画であれば、まあ、ジェガンの攻撃を受け付けることはないかなと思いますので、まあ、短期であってもこのままゴリゴリ押していきます。で今キュベレーチームですね、まあ、具体的にはハマーンのキュベレー、ララーのキュベレー、ブルー2、ブルクローンのキュベレー、マック2、これをですね暗証中域に入れてマックス改造する予定です。まあ、キュベレーをマックス改造してどうするんだというご意見あると思うんですけど、ファンネル、最高級兵器搭載したユニットというのはかなり生産の上限が厳しく設定されているというのもあるので、ここはですね、キュベレーを改造して使い回そうと、まあ、そういう作戦ですね。報告します。ロンドベルがコロニー臨検を終え撤収しました。臨検で我々に関する情報を掴んだのか、連邦軍の警戒感が増しています。ご注意ください。はい、連邦軍のスイートウォーターへの臨検というイベントをご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ではこの後はフィフスルナの落下作戦とかね、そのあたり、イベントとしてはあるかなと思いますので、しっかりプレイの方を進めていきたいと思います。では今回はここまでにさせていただきます。